人里離れた夜明けの工場、不気味に鳴り響くは機械音。何を思い何を感じ、想像から想像を得るのでしょうか。一人また一人と花火師たちが赴き出します。我らの工場は屋来花火製作所、神宗地震による地震工場ゆかり日和、もう一度回させていただきます。徹底された夏季厳禁、命を懸けて作り出す、万が一はやむを得ず口には出さぬこの思い、秘めた思いと現実に姫の業務に勤しみ出す。ただいま作りますは地震工場名物百式。描く大輪思いの中に打ち上げられるこの歓喜、笑顔を作るこの瞬間、神宗地震の階段は向上してこそ進化を取り、真夏の日差し縁日日より常に進化を作り出す。地震と地震がかけられた2つの信念、今ここに地震のためより他がために人を思い慈しみ、手段は違えど2つの心通ずるものがあるかぎり、劇場階段交渉と姿を変えてここにある。活気に満ちた熱き交渉から、不気味になりやむは機械を。嵐の前の静けさは今から何を引き起こすのでしょうか。一人また一人と花火師たちが赴き出します。さあさあさあ皆様、祭り囃子という縁日の日よりも聞こえてきました。我ら屋来花火製作所、依頼があればどこへだろうと駆けつけます。この住吉祭りに咲かせてみせます。一輪花儚く消えゆく命なら生まれる意味はあるのだろうか。儚きものこそ美しく心に残りゆくものである。一瞬の美に酔いしれる、思わず拍手と歓声湧き上がる、決して花火師には聞こえる歓声、さあ黒子に徹し打ち上げよう。動く足取り世界を止めて、空を見上げて星眺め、祭りはまだまだ終わらない、これをなくして終われない、季節香る時巡り夕日の名残、見送りながら打ち上げられるは一輪花。今宵の夏の風物詩、我らが踊るは地震工場ゆかり日和。神宗地震の打ち上げ花火いかがでしたでしょうか。それでは見てくださった皆様に礼。なおれどうもありがとうございました。そして最後の楽曲を踊らさせていただきます。